トレイルランニング大学、今回はスキンプロのザックとアドバンススキンのザックを紹介します。で、最初に紹介するのが、スキンプロの10リットルサイズのザックですね。これは、プロ仕様のザックとも言えるし、あとは初心者向けのザックとも言えますね。というのも、10リットルサイズはやや小さめのザックなので、あまりコース上に滞在しない人向けなので、早くゴールするプロ、もしくは短い距離にしか参加しない初心者向けのザックになります。言っている通り、これがスキンプロの10リットルサイズですね。もはやペラペラのものになっています。でも収納性はアドバンススキンの12リットルサイズに引きを取らないほど豊富ですね。この胸ポケットの部分が、横からでも縦からでも取れるようになっているので、物の出し入れは非常に楽です。で、ソフトフラスク2つが最初からついてくるんで、それで2万円以下の金額は素晴らしいですね。コスパがいいです。センスプロですね。センスプロ10。サロモンのザックは基本的にフラスクが2つついてるんで、非常にお得です。ここにフラスク入れる場所ですね。で、フラスクまともに買うと4000円から5000円ぐらいするんで、そこは非常にいいですね。ノースフェイスなんかだと、TR10 とかだと、ザックそのものが2万円で、あとはフラスクに4000円とか5000円かかるんで、そういう面ではサロモンはいいですね。で、こんな感じで背面も収納ポケットが多いんで、普段使いには重宝しますね。長い距離を走るランナーであっても、練習時、トレーニング時に使えるんで、非常にいいですね。とにかく軽いんで。で、あとこれはもちろんハイドレーションと、フラスクは併用できるけれども、ハイドレーション用の保冷バッグはついてこないんで、そこは要注意ですね。基本的に付属してきたフラスク2本でトレーニングする、そういったものになっています。はい、続いて。アドバンススキン12セットですね。12セットっていうのは12リットルサイズのフラスクセットという意味です。全体はこんな感じ。基本はセンスプロと似ているけれども、やっぱり12リットルサイズだけあって結構物が入るんで、富士、旧 UTMF のような100マイルでも対応できます。ストック大きな大会はここにストックつけられますね。なので70キロ以上の大会に重宝しますね。70キロ以上だと筆形装備品が必要なことが多いので、それを全部収納するにはやっぱり12リットルサイズがいいですね。ノースフェイスだと12リットルサイズっていうのがなくて、TR10 が主流ですね。こういった
ハイドレーション。脱いでられますね。酸素構造になってます。非常に使える12リットルサイズですね。ポケットも多いし。まあ簡単に出せるできるんで、アドバンスしてますね。で、ノースフェイスだとトレーニングパックっていうのがあるんだけど、全く収納性が悪くて使えないやつなんで注意しましょう。で、続いて、じゃーん。アドバンススキン。また同じじゃないかっていう感じですね。はい、これは色違いです。あの、ツヤ消しの緑というか、そんな感じですね。最初に黒が発売されて、次に色違いって言いましたね。これ、紐とか、細かい部分まで全部緑で統一されてるんで、そこが非常にいいなって思いましたね。もう緑のものは全部緑みたいな感じ。で、この、ハイドレーションの保冷パック、これまで緑になってるんだね。こだわってます。はい、続いて、はい、アドバンススキン。また出ましたね。今回アドバンススキン、これ3つ目になります。これは明るい緑ですね。非常に、元気になるような明るさがあります。で、何が違うのっていうと、タグが違います。最初に発売されたのが左で、後から発売されたのが右側になっています。まあ、そもそものところをたどると、最初は黒しか発売されてなかったんで、その後、順次、違う色が発売された感じですね。まあ、他にも青と赤、色がありますね。はい、アドバンススキン。これで3つ全部ですね。まあ、全部というか、私の持ってるのは全部ですね。で、一番左がセンスプロになります。まあ私の場合は、普段のトレーニングはセンスプロの10リットル。あとは、大会に出るときは、やっぱ100キロ前後の大会にしか出ないんで、まあ10リットルサイズ、アドバンススキン使いますね。なので、興味を持ったら、買ってみてはいかがでしょうか。では、チャンネル登録よろしく。